はい、おはようございまーす。うるさいね、朝からガチャ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 。だったら見なきゃいいやん。企画がなんたらとか遅いやの、なんたらかんたらかんたらとかさ。うるさい人たちね。それなのに一番最初にいるとね、通知を出す前にいるじゃないの。おかしな話よね。で、通知を出す前から文句を言ってるっておかしいな、話よ。まあ、案の定ね。最近人数が増えたかな、これがかかってきたんですよ。まあ別にかかってくるのはいいんだけど、その内容だよね。通報内容がちょっと納得いかなくてね、私。うん。でも必然的に、まあ他の配信者も多分そうだと思うんだよね。やりやすいと思うんだよ。うん。それでね、電話かかってきて、どうしたんですかって聞いたら、お店の悪口を言ってると、その食べ物屋さんのね。はぁ、みたいな。いや、一切言ってないんだよ、私。それが本部に連絡行って、配信をやめさせてください、みたいな。みたいな。そんなさ、悪口なんか一切言ってないんだよ、本当に。普通にね、しゃぶしゃぶ食べよう、つってさ、じゃあ取りに行ってくるね、って言って、野菜とかさ、ね、なんかワクワクしながら、ね、食べ放題だからさ、ね、お野菜とか取って、ね、ジュースとか取って、ご飯とか取って、戻ってきたんだけどね。うん。いや、悪口なんか私、店の悪口って基本言わないよね。そうやって配信させてもらう場所とか、いや、ここの料理美味しいねって絶対ディスったりしないし、食べ物自体は、あんまりね、まずいとか言ったりしないんだよ。基本ね。美味しいとしか言わないんだ、私は。そう。いや、多分ね、値段上げればね、いなくなると思うんだよね。1万円とかにすれば。500円だからそういう変なのが入りやすいって感じよ。500円って変なのも入りやすいじゃん。ファンも入りやすいし、全体的に入りやすいでしょ。1万円だったらさすがにね、入ってこないと思うんだよ。ただ今いる500円払ってくれてる人たちはね、多分半分以上ね、9割ぐらいはいなくなると思うんだよ。そう、今5000人ぐらいいるけどね、それが多分500人とか300人とかになっちゃう可能性もあるよね。まあ50人ぐらいかな、10人ぐらいかも。うん。いや、でもさ、虚偽通報はおかしくないっていう話よ。いや、やってないね。言ったとしたら、ごめんなさいで済む話やん。ただ、ね、そんな悪口なんか言ってないのに、そうやってやるのはどういうことかなっていう話をしてんね。おかしくないっていう話をしてんの。普通に考えてね。やってないこと言われんの。ね、あっちも嘘つきやん。ね、嘘で、そういう風に言ってきてんでしょ？思ったんだよ。別にそんなにね、ガチ切れってわけじゃないけど、ちょっと一つ思ったよっていう話に対することでね。うん。こう止めて、こう止めるっしょ？それで、何これ、ちょっと。痛い。なんか、ヤッターマンみたいになっちゃってるけど、どういうこと？痛い。何なのこの帽子。うわ、苦しい。苦しい。びっくりした。苦しい。息ができない。後輩。痛い。助けろ。痛い。あら、こういうことかな。こう。これでいいかな。そうだよね。誰？友和って誰これ。もしもし、奈々ちゃん。ちょっとなんか音が聞こえづらいですね。あ、ごめん、奈々ちゃん？
はい。わかります？誰か。わからない。誰だろう。ああ、結構絡みあったんだけど。え、会ったことあります？会ったことはないんですけど、うん、ちょっと、まあ、なんか、今コメント欄で多分誰かわかるかな。ああ、ん？井上陽水さん？コメント、あ、スーパーナイスくんか。そう。誰だっけ、スーパーナイスって。あ、キャリーちゃんの？そうそうそう。キャリーちゃんの元カレちゃん？そう。どうしたんですか？いや、ちょっとさ、あの、ま、いろいろあって、いろいろあった。まあ、配信で頑張ってたんだけど、うん。まあ、配信で食って いろんなとこ、いろんなサイトバンになっちゃって。あら、例えばどこがバンになっちゃったの？キャス、フワ。うん。え、キャスもバンなの？キャスも。うん。で、ポコ、ニコ生。ポコちゃん、ニコ生。そう。全部 A 版になっちゃったんで。なんでそれ版になるのかな、そんなに。アンチが、あと、急に暴れられたりして、キャリーちゃんに。キャリーちゃんが暴れんの？そうそうそう。お酒飲んで。そうそう、ま。キャリーちゃんが暴れた配信が7割ぐらいです。そう、何？お酒飲んで暴れちゃうってこと？なんかアンチコメントにピキって暴れたりとか。へえ、そうなんだ。そういう感じの子なんだ。暴れたりとか、よくわからない。でも結構配信見てたらわかると思うけど、結構暴れる人なのよね。いや、私結構見てるけど、そんな感じはしないけどね。相手によるんだよね、絡む人に。いやー、それは奈々ちゃんが あんまり把握しないだけ。ええー、そんなに元が可能なのに悪く言うの？そういう男嫌い。まあ、今も悪口は言いたくない。もう逆に。うん。あ、私、キャリーちゃん好きだし。今聞いてきた条件が、俺、奈々ちゃんハウスに、うん。もう俺、明日からホームレスになるんよ。ぶっちゃけ。確かし。うちはダメです。他は当たってください。じゃあ分かった。ケンジのアンチになるわ。さよなら。なんだろ、こいつ。本当に。うざ。うざくない？なんなの？なめんじゃねえよ。オカマだからって。何がな、彼氏がいるっつってな、俺の方がどうのこうのだよ。どんだけの男だよっつんだよ。なあ。なあ、私を幸せにできるわけねえじゃん。こんなさ、カスみたいな、クソみたいな男にさ。いや、キャリーぐらいがお似合いの、キャリーでもダメだったんだな、もっとダメだよねって話だよ。そうなの。舐められてるよね、本当にね。もうはっきりと断って、はっきりと怒った方がいいよね、こういうのが来たな、マジで。なあ、舐めたらあかん、あそこはこっかんって感じだよ。な、人生舐めずにってね、チンポ舐めてって感じだよ。本当だよ。なあ、私の名前も、ナナママになったらね、みんな、あ、ママって言うじゃん。でしょ？ナナママっていう名前になったら、ナナママっておはよう、みたいなさ。今日お店どう？みたいな。いや、儲かってないよ、みたいなさ。もうみんな遊びに来てよ、みたいなさ。ねえ、やってらんないわよ、とか言ってさ。言いづらい。あ、ナナママね。ああ、確かに言いづらい。ななまま。あ、そうだ。なとま、な行が、ん？な行とま行だからな。ジョリママとかいいかもね。なお店作るのもいいかもしんないね。ねえ。え？飲み屋リベンジすんのもいいかもね。自分のお店を作るみたいな。うるせえんだよ、いちいちガチャ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 さ。指示すんじゃねえよ、私に。指示すんじゃねえよ。勝手に、な、スケジュール変えるんじゃねえよ、私の。そうだろ？ここの主は誰かはっきりさせよっか。ここに誰に主導権があるかっつうの。はっきりと、
言ってやろうか。あたし。な？話す内容、やること全部あたしにね、責任があるんです、ここの枠は。責任取れんのかっつってんだよ。取れんの？取れないのどっちなんだよっつってんだよ。おい。取れんのか？モナリザの親父じゃない。ああ。あのね。ケーキの中に氷を入れちゃったみたいな。チョコレートケーキを氷で包みましたみたいな。でちょっとね、口に引っかかる感じがあるね、この、なんていうの、このカスみたいな。これはちょっとやだな。で、これがケーキっぽい感じ。こんなカス、カスが？チョコのカスみたいな。うん。最初ね、フローズンかなと思ったんだよ。フローズンかなと思ったんだけど、カスだったみたいな。だっけ、チョコレートケーキをフローズンで包みましたみたいな。いや、でも味は別にそんな悪くないんじゃない？ねえ、めちゃくちゃ甘いってわけじゃないし、中間ぐらいの甘さで、うん。まあ、こういうのは冬にはいいかな。冬はチョコレート系いいじゃん。チョコレート美味しいじゃん。うん。いや、甘いよ。めちゃくちゃ甘いけど、いつものスタバよりは甘くないねって感じ。ちょっと控えめねって感じ。チョコレートちょっと控えめって感じ。で、ケーキ、チョコレートケーキみたいな感じなんか。チョコレートケーキを飲んでるような感じ？フォンダンショコラだ。うん。いや、これはカロリー高いと思うよ。多分、こんなチョコレート入ってて、生クリーム乗ってるかな。多分、5、600キロカロリーいってんじゃない？これね。このサイズでね。うん、ホールで。値段が高いね。これが600円払うかどうかだよね。でしょ。600円はちょっと高いな、みたいな。まあ、好きな人は、スタバ好きな人は飲むと思うけどな。まあ、プライベートでは私飲まないんでね、スターバックス。抹茶しか飲まないの。まあ、見てんじゃねえよ。抹茶うまいよね。うん。もうだってあれは高校生ぐらいから私ずーっと飲んでるからね。初めて飲んだ時に衝撃を受けて、あの抹茶フラペチーノに。あ、ありがとう。金のお茶箱ありがとう、ドーン。いや、自由が丘のスタバで初めて飲んだのよ。高校生の時に。高1の時に、初めてスターバックス飲んで、もう衝撃を受けたんだよ。見てんじゃねえよ。昨日出たやつだね。こちら、スパイシーチキンマックナゲット。黒胡椒ガーリックってやつだね。あー、なるほどね。こういう感じ。本当に黒胡椒がかかってんね。あ、これはいいかも。ケンタッキーに近い感じ。これはちょっと期待できるかもね。で、おソースが2種類出てんですね、新作が。これがね、またまずいんだよ、マックはね。ソースがまずいの。だ、結局、マスタードとバーベキューに戻っちゃうね。これがね、なんかね、当たり外れ多いんだよ。この新作ソースね。こちら、コクうまニンニクソース。これ新作ですね。あと、やみつきうま辛チーズソース。こちらも新作かな？この2種類、新作ソースが出てますね。
うん。だ最初はノーマルで食べてみる。このまんま。多分味ついてると思うんで、これね。黒胡椒なんだっけ？黒胡椒ガーリックだかな。一個はちょっとまんまで食べてみます。このまんまね。このまんまいってみますよ。でも匂いめっちゃいいんだよ。匂いめっちゃケンタッキーみたいな。あのね、すんごい匂い。美味しそうな匂いだ。いただきます。うん。うん。美味しい。美味しい。まんまでもうまいな、これ。美味しい。なんかチキンナゲットがちょっとワンランク上に行っちゃった感じ。ナゲットがちょっとね、レベルアップしてる。ね、いつものナゲットなんだよ。味が違うだけなんだけど、ついてるだけなんだけど、ナゲットがすごい美味しく感じる。本当に。だこれで、ね、この、あ、ちょっとピリッときたね。後追い系だね、やっぱ黒胡椒のが。ちょっとね、ピリッときたね。胡椒の。うん。この胡椒はね、多分ね、フィンランド産だと思うんだよ。この味わいは。この辛さは。あと、この後追い。フィンランドの黒胡椒ですね、これは。じゃあ、こちら、どっち先につけようかな。病みつきチーズソースと、コクうまニンニク。どっちにする？これをつけて食べるんだ。チーズが多いね。じゃあこちら、やみつきうまみチーズソース。本当にやみつきになんの？でもだいたいこうチーズ系で美味しくないんで、マックは。あ、出た出た、いつものやつじゃん、ほら、いつもの感じじゃん。あれだよ、いつもの。いつもの味。あれだよ、あれ、いつもの。あの、あれ。いつものあれだよ、あの、マック、サルサみたいなやつ。サルサみたいなマックの味あるじゃん、いつもの。サルサ系の。マスタードじゃなくて。だこれを黒胡椒につけてみますと。いつもなんかサルサっぽいのあるじゃん。なんかドンタコスみたいな味のやつ。イメージはドンタコスソースみたいな。いや、チェダーチーズじゃないんじゃない？これ何なの？サルサじゃないの？これ。いただきまーす。うん。美味しい。うん、この組み合わせうまいな。あのね、分度器ってあるんだよ、昔。分度器って丸書くときにちょっとずれるじゃん。あんな感じかなと思ったけど、丸ができちゃったみたいな。意外とね、組み合わせ的にちゃんとこう丸が書けなくてコクってなるときあるじゃん。線がこうなるときなのかなと思ったら、ちゃんと丸が描けたみたいな。意外とね。コンパス、コンパス、分度器じゃない、コンパスな。意味不明って何？意味不明じゃないでしょ。ただなんかチーズっぽい感じがそんなにないかなみたいな。やっぱね、ピリ辛、この黒胡椒がやっぱインパクトが強いね。あと3つだかな。で、もう一つのソース。こちら、コクうまニンニク。私、こっちの方が美味しいんじゃないかなと思う。ちょっとね、サムライマック系じゃない？多分、こっちは。味的に。サムライマックシリーズとかね、ほらほら、やっぱそうだ、ほら。ね？ほら。やっぱサムライ系だよ、ほら。あ、
あの結構濃ゆいねこれ。結構ね濃ゆい味。え、これとこれ組み合わせたらどうなんだろうな。合うのかなこれとこれ。こっちも濃ゆいし、こっちもめちゃくちゃ濃ゆいし。濃ゆい濃ゆいながらいただきます。あっちでサラリーマンがタバコ吸ってんな。あそこ喫煙所なのかな。だい、あそこで喫煙所があんのかな。あのね、上履きのゴムのところをカッターで真ん中に、真ん中でキュッてやって、そこにあのね、スルメかなんか挟んだ感じ。それをガブって食べてる感じ。いや、意味がわかんない。なんかスルメっぽい味がすんだよね。スルメ、スルメを食べて酔っちゃえんかみたいな味。なんだろうこれ。まずくはないんだけど、なんかね、お互いね、味が濃いすぎてもう口が麻痺してきたって感じ。味がわかんない。でもう味がわかんないんだって。チョコも飲んでるし、チーズもつけてるし、こちらね、ニンニクのタレもつけてるしみたいな。わけわかんない。もうただね、どっちが美味しいかっていうと、ちょっともう一回食べてみようかな。もう一つこのどっちが美味しいかってね、ちょっとジャッジメントするわこれね。こっちだね、明らかに。こっち、こっちがうまい。こうニンニクなんだっけ、うん、味濃ゆくてこっちの方がはっきりとしてんだ。これはよくあるソース、うん、こっちのソース結構うまい。中でドレッシングみたいな味するんだよね。ドレッシング、ちょっと濃ゆめのドレッシングみたいな。サラダとかにかけても美味しいかもしんない、このソース。ちょっとペッってね。うん。やっぱこっちの方がね、作り込んでる感じがそんな、うん、味的に。こっちのチーズソースはいつものおさもりって感じ。なんかリメイクって感じ。こっちの方が新しく開発したって感じ。ごちそうさまね。じゃあ次。あー、このタイプか。まあ、骨付きあんまり好きじゃないけど。こちらケンタッキーの黒胡椒、なんだっけ。黒胡椒なんとか。ブラックホットチキン。ちょっと辛いのかな、ホットってついてるからね。ブラックホットチキン。いただきましょう。あー、美味しい。うんね、やっぱマックナゲットより全然こっちのチキンの方が美味しいわ。やっぱ本職って感じ。全然うまみが違う。マックナゲットなんてもうなんかブヨブヨだし、ね、なんかあんま美味しくない。パサパサしてて、こっちの黒胡椒の方が全然美味しいわ。うん、同じ胡椒だけど、胡椒系だけど、うん、
これね、やっぱね、この子供の味がね、違うんだよね。どこにも出せないみたいな。出せない、出せない、ごめんなさい、失礼します。大丈夫ですよ。びっくりした。いや、ケンタッキーはうまいね。やっぱチキンだったらここが一番だわ。もうケンタッキーに勝てるとこはないわ。ナンバーワンチキン。うん、うまい。もうケンタッキーはケンタッキーだねって感じ。うん。いや、モスチキンもうまいんだけど、やっぱね、この油とかも違うんだな。モスはね、あんまり油ないんだよ。このケンタのこの油感、このギトギト感がいいんだよ、こういう感じね。これがケンタッキーみたいな。うん。ジューシーさが違うんだよ。あ、このスパイス。スパイスがもうケンタッキーにしか出せないみたいな。うん、ごちそうさまでーす。鎧塚とミスタードーナツね、コンビですね。鎧塚先生はね、パティシエで有名な方ですよね。で、こちらの商品がですね、ごめんなさい、ガトーショコラドーナツ。この食感の重なりが鎧塚式ガトーショコラドーナツ。これは何だろう。で、見た目もなんかね、おしゃれね。見た目で買いたくなっちゃう感じ。うん。あ、そうそう、川島直美の旦那ね、鎧塚先生も世界的なパティシエね。これはモンブランなのかな。でもすごくない？ちょっと美しいね。めちゃくちゃ美しくない？形が。ねえ、もうこれだけで美味しそうみたいな。これはモンブランじゃないの？何これ？あ、これガトーショコラだ。ごめんなさい。いただきます。あのね、宇宙ステーションの中に空気が入ってきちゃって苦しい苦しいって言ってる時にね、ガスボンベみたいのがね、あっちの方からベーって降ってきてさ、助かったみたいな感じ。だってミーア、だいたいミーアさ、どんな味ってわかるじゃん。言わなくてもわかるっすよ。ガトーショコラだから味なんてみんな食べたことあるじゃん。たださ、ここのクッキー生地っていうの、ここがね、結構サクサクして、ミスドの中でも珍しいサクサク感、これは。なんくの？ほら。ちょっとしっとりサクサクって感じ、あの生地が。しっとりさもあるし、サクサクっていう感じ。この下の部分ね、ここ、ここ。ここね。うん。で、上は、なんかな、とろけるね、このクリームなの。その、しっとりサクサクにさらに、上から、とろけるクリームみたいなのがこう、こう、回ってくる感じ。口の中で。ふわーっと、あれみたいな、歯磨き粉かなみたいな。歯磨き粉をちょっと多めにつけちゃったみたいな感じの雰囲気のこう回ってくる感じよね。で、ミントでね、歯磨き粉がこう、ね、上にくっついて下に落ちる瞬間みたいな。
じゃ食べればわかる。うん。あのね、この上に乗ってるくるみみたいのうまいね。このつぶつぶみたいの。こういうちっちゃいさ、くるみみたいなのって。これも硬さがあって、食べ応えがあるね。サクサク、しっとり、滑らかときて、そのくるみのカリカリみたいのがさ、ピスタチオアーモンドっていうの？うん。これはね、リピートしたいかもしんない。普通に、値段以上ですね、これ。お得だと思う。鎧塚先生は、いくらだっけな？待ってね。これいくらだの？一個。ちょっと値段私見ないで買っちゃったから、いくらなの？これっていくら？215円。280円。一個。あのね、500円でもいいかもしんない。そんぐらいちょっとね、食べ応えあってお得感がある。満足感と。うん。一個500円出してもいいかもしんない。いや、ドーナツって考えたら、高いと思うよ。ただ、鎧塚さんプロデュースで、いや、ドーナツじゃねえんだよ、これ。もう、スイーツ。ドーナツを超えてスイーツになってた。うん。で、こちらもう一個。もう、きついんだけど、マジで。あ、でもこれとこれ合うかもしんない。この組み合わせよ。この組み合わせ、スターバックスのフォンダンショコラと鎧塚先生を合わせたら最強かも。うん。この組み合わせめっちゃ合うわ。これおすすめ。で、次これピスタチオだね。な、これが、このグリーンのがピスタチオね。アスパラじゃないよ。ピスタチオクリーム。あ、で、さっきと違って、ここは封印されてんのね。全面的に。穴が開いてないっていうか。うん。ピスタチオクリーム。でも、ピスタチオは、そうね。好み分かれるかもね。私は好きなんだけどね、枝豆とかピスタチオ、豆系は。うん。あ、ずんだ餅とかも好き。ずんだ餅シェイクとか結構買ったりとかしてたけど。ねえ、ずんだ餅シェイクって美味しいじゃん。いただきます。まあ、ここは一緒だね。あ、でもこっちの方が、ビターな感じだね。うん。あ、なるほどね。なるほど、なるほど。周りがビターで、おとなしめで、下に、チョコレートの蓋をね。なるほど。こういう仕掛けか、びっくり。これちょっと食べてびっくり。さすが鎧塚先生って感じ。あのね、驚きがありますね、これ。食べてみると。そう来たか、みたいな。あれ、びっくりを楽しめる。なるほどね。ダブルクリームだ。あの、ピスタチオと、下にはね、さらになんか、なんとかクリーム。ちょっと何かわかんないけど。うん。でもこれはこっちの方が、ミスドっぽいね。味的には。なんかこれあるじゃん、これ、これ。これあるじゃん。ミスドのさ、つぶつぶついてるやつあるじゃん。
あれと同じやつが乗ってる、ここに。白いつぶつぶ。な、これミスドっぽいって感じ。ちょっとワンランク上のミスド。ミスドのドーナツ、ドーナツっぽい感じ。うん。うん。ミスドっぽい。で、さっきの食べたガトーの方は、鎧塚先生って感じ。こっちはちょっとミスドに寄せてきたな、みたいな。うん。あ、こっちの方がドーナツっぽいって感じ。ん？美味しい。うん、このさ、クリームの滑らかさ、あのさ、チーズクリーム食べてるみたい、そんぐらいで濃厚でね、もっちり滑らか、このクリームめっちゃうまいね。え、ハトも来ましたよ、ほら、またハトも、ハトも狙いに来たよ、またいつものどっちが好み？こっちだね、私はピスタチオの方が好き。うん、こっちの方が断然好き。これうまい。でも、ピスタチオって言われなきゃわかんないと思うよ。そんぐらいのレベル。うん。もう全部食べちゃった。で、今日食べた5個の中ね、モス、あ、モスじゃない、マック、スタバ、ケンタッキー、ミスド。こん中で一番美味しい新商品は、なんだと思う、みんな。一番美味しい商品は、ミスタードーナツ鎧塚が一番です。よし、もうお家帰ろう。終わりにしよっかな。じゃあみんな終わります。おつじょりです。ちょっとパチンコやりに行ってくるわ。